えー、沖縄在住です。日本政府は沖縄などの南西の島々に自衛隊のミサイル機チャイルを進めており、地元住民などで,では国土防衛のために賛成、標的になるので反対という意見があります。これは実質、えっ、ー、と、琉球根の尊さで日本の国益というより中国の太平洋進出を阻止したい、米国の利益国益に沿ったものであると支えかれています。えー、米中の派遣案がそのために標的になったらいけないと思うので反対です。広くさんどう考えですか ええと、あの、どうお考えですかが誰のにとってのメリットかっていうふうに考えると、あの、結局日本の政策って、あの、残念ながら東京都の人たちが決めるんですよ。あの、まあ、その東京都に国会があって、で、ほとんどの政党の多くっていうのは東京都に本部があって、で、その国会議員のほとんどって東京都に住んでるんですよ。 要はあの、地方議員って言われる人たちで、例えば山口県で選出した議員なんだけど、実際住んでるのは渋谷区みたいな安倍首相みたいな感じで、なので、東京が安全であることが重要で、で、ミサイルを落とされる可能性のある場所は、東京からできるだけ遠い方がいいんですよ。なので、沖縄っていうのは、東京の政治家にとってみると、めちゃめちゃ安全なんですよ。 要は、沖縄で戦ってくれて、沖縄で被害者が起こる、あの、被害者なんか出る分には、東京にいる俺たち困んないよねっていうのがあるので、で、日本の政策っていうのは、日本の法律だったら決めるのは日本の国会議員と日本の政府なので、残念ながら沖縄っていうところが被害を受ける構造っていうのは、戦前から変わりません。 なので、もともとその沖縄って、あの、その要は戦前あの第二次世界大戦の時も沖縄だけはそのアメリカ軍に上陸されてで、そこで集団自決をしろみたいなことを政府に言われて、その要は、あの、アメリカ人に殺された人数と集団自決した人数だと、確か集団自決した人数の方が多いみたいな話をどっかで読んだ気がするんですよね。っていう感じで、割とその、あの、要は日本の政府ってそういうことをやらかしちゃったりするんですよ。 なので、あの、良くないよねっていうのは僕も同意なんですけど、ただ、そのじゃあ、国ってどうやって運営されてるのっていうと、のと、じゃあ、国を守るって何なのっていうと、日本の場合、国を守るっていうのは今、国会議員を守ることなんですよ。なので、国会議員を守るためにはどうすればいいかっていうところで考えられてるんですよね。例えば、じゃあ、中国が攻めてきました。で、その時に、全面降伏しましたって言った時って、困るのって、 えっと、企業の株を持ってる、あの、株主と企業の社長と政治家なんですよ。要はその、あの、じゃあ中国が日本を取りましたっていう時に、まず政治家全員首ですよね。だって日本の国会なんていらないんだん。なので政治家全員首になりますと。で、あの、失業者になりますと。で、次に、その、企業の運営っていうのを中国がやりたくなるので、じゃあソニーは中国の会社なみたいな感じで、じゃあソニーを牛耳りますと。 で、そうすると、ソニーの経営者はいらなくなるんですよ。でも、ソニーで働いてる社員は必要なんですよ。だって物作る必要あるじゃん。そのじゃあ、パナソニックとかで電池作ってる人とか必要だから、現場の技術者とか社員は全然その通り働いてくださいと。なので、経営者ばっかりクビになって、現場は変わんないんですよ。なので、あの、実はお金を持ってない人と、その物作りしてる人っていうのは、そのトップが誰だろうとあんま変わんないんですよ。 だからそのアメリカにじゃあ昔日本占領されましたっていう時に、じゃあ、そのアメリカに日本が占領されたらどうなるかっていうので、昔、鬼畜兵って言って、その第二次世界大戦当たられたんですけど、要は、日本がアメリカに占領されると、日本人はみんな虐殺されるとか、その、あの、女性はみんな領辱されるみたいな、こう、嘘を日本政府が言って、だから戦わなきゃいけないんだ。そのためには自分たちが死んででも戦わなきゃいけないっていうので、神風特交代とかやったんですけど、日本占領されてみたら、 占領された後に日本人を虐殺なんて全くしなかったんですよ。だって庶民殺してもしょうがないじゃん。むしろ働いて税金を納めてくれるから、庶民は大事に扱いましょうと。ただ、政治家だったりとか、その企業のトップだったりっていうのは捕まったり、その要は日本アメリカと戦争するって言ったんだからその責任取れよって言って裁判で、その東京裁判というのがあって、死刑になったりで殺されましたと。 なので、政治家はめっちゃ困ったんですけど、アメリカに占領されて困った日本人って、庶民はあんまいないんですよ。その,そのおかげで、実はその戦後ってあの、日本ってすごい経済成長したんですけど、あれ、じゃあ戦後なんで日本経済成長したのっていうと、あの、要は日本人に対して物を日本はずっと売ってたんですけど、その後、アメリカに物が売れるようになったんですよ。 なのでその,まあその当時の人口って多分8,000万人とかそんなったと思うんですけど8,000万人に対して物を売ってるよりアメリカの中1億何千万人に売った方が全然得するじゃんみたいなのでなので日本でガンガン物を作るとアメリカさんがバンバン買ってくれてすげえ儲かるっていう時代があってそれでホンダだったりとかトヨタだったりとか松下電器だったりっていうのがめちゃめちゃ伸びたんですよ。 っていうのがあって、実はそのまあ、あのコンテナの問題もあるんですけど、こう話をするとめんどくさいんですけど、要はベトナム戦争があって、ベトナム戦争でアメリカから物資をこう、あの、ベトナムに送り込んだ後に、 空になったコンテナっていうのを、どうするこれ空で持って帰るのめんどくさいから日本寄ってこうぜ。で、日本に寄ってくと、なんかラジカセとか、なんかあのウォークマンとか、なんか車とか作ってるから、もうこれタダでいいから乗せろよと。で、タダで乗せてアメリカに行ってガンガン売るっていうのがあったので、結果として日本の製品めちゃめちゃ売れた問題っていうのがあるんですけど、まあそれは置いといて、っていうのがあったりするので、なので実はその、 国が誰が運営しているかっていうので、その中国に攻められると怖いみたいなのがあるんですけど、あの、誰が占領してようと庶民が殺されることはほぼないんですよ。最近で言うと、あの、ウクライナっていう国があの、ロシアに占領されたんですけど、でもロシアに占領されて別にウクライナの人虐殺されたかっていうと、別にされてないんですよ。ただ、あの、ウクライナのその工場だったりとか、会社経営者とかは、あの、首になったりとか、謎の失踪っていうのがあるんですけど、庶民は変わんないですよね。 なので、その、僕はその沖縄の人っていうのに関していくと、実はその沖縄って、その、要はあの、中国が攻めてきた時に、その自分たちがその被害を受けるじゃないかっていうのがあるので、そこは何とかした方がいいとは思うんですけど、ただそのなんか、庶民がその苦労をするから戦争をして自分たちの命を失ってでも勝たなきゃいけないっていうのは、実は嘘だよねっていうのって、歴史の勉強すれば大体わかるので、はい。なので僕はあの、戦争になったら必ず逃げるって決めてます。 <laughs> 要はそのあの政治家のために死ぬの嫌じゃん <laughs>。 なんかその、あの、天皇のために死ぬだったら、またワンチャン理解可能なんですけど、なんかその、政治家の死ぬために死ぬとかって、その、な、ほらだ、自民党の政治家のために死ぬでも嫌だし、共産党の政治家のために死ぬでも嫌だし、立憲君主党の政治家の死ぬのために嫌だし、別にお前ら全員死んでもいいよ。僕は自分生き残りたいからって思うので、なんか政治家のために生き残りたいとか全然ないんですよね。ねはい、すいません。はい。政治家の人いたらすいません。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。